さあ、いよいよ開幕するリオデジャネイロオリンピック。今回はボクシングにおける2人の日本代表についておさらいしてみたいと思います。1人目はバンタム級代表の森坂荒選手。現在東京農業大学に通う森坂選手は20歳を迎えたばかりですが、しっかり鍛え込んだ体幹と豊富な持久力を武器に正統派として成長を続ける期待の新鋭です。発展途上の中で浅い経験をいかにカバーできるかが今回活躍の鍵になるでしょう。もう一人はライト級代表の成松大輔選手。こちらも東京農業大学出身ですが、現在は自衛隊体育学校に所属。ロンドンオリンピックで銅メダルを獲得した清水聡選手を代表選考会で攻略し、予選通過も決めました。インドネシアの大統領杯ではアジアが世界に誇る強豪オトコンダライ選手にも完勝を収めており、今回もメダルは射程圏内に入っていると言えます。4年前のロンドンオリンピックでは実に44年ぶりのメダル獲得に沸いたボクシング。今回も森坂選手や成松選手に新しい快挙に期待したいと思います。